超、超、という芸名に変更した俳優で演出家の小野寺城、小野寺城さんは、2023年現在どのような仕事をしているのでしょうか。2007年と2013年に、舌を一部切除するという大病に見舞われました。セール、セール、くんと永遠とは、くんという息子が二人いるのですが、二人とも子役タレントとして活動していたそうです。若い頃は、父、石ノ森章太郎、石ノ森章太郎、三原作を含めたドラマに多数出演していました。小野寺城のプロフィール、本名、小野寺城、小野寺城、生年月日、1966年、昭和41年、1月29日、身長166センチメートル。出身地東京都。最終学歴日本大学芸術学部映画学科中退。所属事務所太田プロダクション。牧師小野寺城。現在2023の活動まとめ。小野寺城は舌の病気で手術をしていた。小野寺城の息子聖奈と永遠は子役タレント。小野寺城、若い頃は父の原作ドラマに出演。小野寺城、現在、2023の活動まとめ。小野寺城さんは、仮面ライダー、や、ホテル、を生み出した漫画家石ノ森章太郎、石ノ森章太郎、さんの息子。自身も多才で、劇団を結成し脚本、演出を、出演も、ほぼ自分で行っているそうです。また、未完成に終わった父の作品、サイボーグ009を小説という形で書き上げました。あまり浸透していないかもしれませんが、2021年4月1日に芸名を変更。名字を取り除き、すっきりと、ジョーだけにしています。2023年現在も精力的に芸能界で活動を継続。2022年にテレビ東京系列で放送されたドラマ、警視庁考察一課の第4話にゲスト出演しています。2023年公開の映画は、宮古島物語再びら、ぬくもりの内側、風が通り抜ける道、一番会いたい人の4本もあり、多忙な日々を過ごしていることがわかりました。また、ハオト、という太平洋戦争終期の特殊病院を舞台にした映画を制作したい竹さんは、資金を集めるためにクラウドファウンディングを募っているのだそう。キャストも決まっているとのことで、ぜひ必要な額が集まることを願っています。その他には自身の YouTube チャンネルも好評で、穏やかな笑顔で人当たりの良い竹さんにぴったりの内容です。情熱バーというチャンネルで、バーの店主に扮したジョーさんが芸能人のゲストを招いてトークを繰り広げる番組。元光源氏の赤坂明さんも招かれ、話題になりました。過去に一緒に仕事をした人を大事にしているのか、ゲストが皆さん楽しそうです。小野寺城は舌の病気で手術をしていた。小野寺城さんは、2007年に白板症、後半症という舌の病気で入院、手術して舌の一部を切り取ったそうです。白板症になると、放っておくと癌になる可能性が高いと言われています。医師の勧めで手術に踏み切ったということですが、確かに防げる病気は根源をやっつけておきたいと考えますね。口内炎ができただけでも痛いのに、舌を一部切り取ったとはどれほど辛かったことでしょう。しかし6年後の2013年に、白板症が再発してしまいました。この時もすぐに手術が必要だということで、竹さんは仕事をキャンセルすることに。一人芝居、ミリガンの怪談を延期して、2016年に無事に行うことができました。
小野寺城の息子、聖奈と永遠は子役タレント。小野寺城さんは、妻の白石沙織さんとの間に息子が二人います。どちらも子役タレントとして芸能界で活躍していたそうです。ちなみに妻の沙織さんは、1980年代にミスコンの女王と呼ばれていた方。なんと53回も優勝しているそうですから、とても綺麗な人だということの証拠になるほどです。さて、長男、永遠とは、くんは2006年1月20日生まれで2023年には17歳。小学生のままで再現ドラマや映画など、子役で活躍していました。しかし、中学生以降は芸能界の仕事をしておらず引退したようです。次男のセイル、くんは2008年12月2日生まれで、2023年には15歳になりました。2010年放送の NHK 連続テレビ小説、ゲゲゲの女房でデビューしており、子役タレントとして大活躍。他にも大手企業の CM に多数出演していました。永遠くんもセールくんも、知的で爽やかな感じの良い男の子、というイメージ。子役タレントとして引っ張りだこだったようです。小野寺城、若い頃は父の原作ドラマに出演。竹さんは、若い頃、仮面ライダー、や、ホテル、などに出演していました。それらの原作が、父、石森章太郎さんによるものだったので、親の七光、と言われて嫌な思いをしたようです。もちろんすべてが父から見の仕事ではなく、初代、二代目の、スケバン刑事、や2時間サスペンスドラマにも出演。しかしどうしても、父親が有名で偉大すぎるので、石森章太郎の子、として扱われたのでしょう。張り切って親など家族の力を借りて有名になりたいという人もいますが、竹さんは自分自身の力で頑張っていきたいと思いました。テレビドラマに出演し始めて20年以上経ってから、自分の存在意義とプライドにかけて、石森の息子と公言するのはこれが最後だ、とコメント。親が偉大すぎるのもプレッシャーがかかるのでしょう。竹さんは1985年に劇団ジョーカンパニーを立ち上げるなど、自分で新しいものを作り上げていくことに尽力。劇団は10年間中断した時期もありましたが、2023年現在も活動を続けているようです。